てるな。幼児隠れの術、水のように動け。俺が敵の気をそらす。突入する。今のは何だ。倒れた。静かに。手裏剣を使おう。いや、風を切る。手裏剣だ。私にも一つちょうだい。絶対にダメだ。どうして。待って、静か、私が鳥の声真似をするよ。うまくいくよ、楽しいわね。この辺りに突入する。音を立てる。そこにいるのは若い。蛇みたいに巻いてるわ。素敵なメロディー。だ、水のように動け。ほらね、うまくいったでしょ。悪くない。その罠は誰が作ったんだ。私が自分で作ったんだよ。そう、そうか。止めよう。手を貸そうか。大丈夫だよ、ありがとう。刃が血を欲しがった。静かに、音を立てるな、うん、よし、行くぞ。手際はいいんだね。まあ、大人だからな。水のように動け。突入する。静かに。幼児隠れの術、面白い。剣術、一人目完了。水のように動け。静かに。水のように動け。音を立てるぞ。何か聞こえたよ。突入する。こっちにはもっと荷馬車が。怠けた荷馬車だね。上には誰も注意を払っちゃいない。飛び乗ってやろうよ。悪い策ではない。崖の上の大きな岩が見えるか。どんな石に見える。荷馬車はまだ突っかえてんだ。美しい石だね。崖から身を乗り出すのが好きな石。誰か下を通りかかるのを待っているのかもね。ああ、俺が使うような言葉ではないが、まあ、原理は同じだ。音を立てるな。刀を使うか。水のように動け。二人目完了。手裏剣術、せいせいせい。手に入れた。静かに。突入する。音を立てるな。道はまっすぐとは限らない。怠けた百姓め。水のように動け。突入する。幼児隠れの術、気を怒らせると危険だ。それをうまく利用したらどうだ。傷つけないで。どうしよう。いや、ちょいとつくだけで十分だ。3人目完了。ちょいとうますぎるんじゃないのか。どういう意味だ。なんでもない、あと1人。静かに。だけ音を立てるな。手裏剣が使える。静かに。何を見ている。手裏剣を4人目完了。頭を下げて。はい、先生。